い、ユミさん今日は一人です。中田猫さん今日も一人ですよ。今日もじゃない、今日は一人です。CM 明け10秒前です。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。どうも森光です。ということで、いつもですね、相方のタイガとキンキンピラピラお星様のラジオお二人でやってるんですけれども、今週のね、漫才のテーマが病ということも、僕の相方金城大佳が、病で今日来れないという連絡がありまして、まさかね、まあまあまあこうラジオテーマ、こう漫才のテーマが病だから、まあちょうどいいかなとも思ったんですけれども、僕にとっては全然ちょうども良くない展開になってきましたけれども、まあ今日は一人でということもありますけれども、ミキサーを長年務めてくれたひろきさんも今日最後ということなので、あと後ほどね、2人で話もしていきたいなと思います。今日はですね、今日ツイキャス、またラジオを聞いてる皆さん の、 助けが必要だと、そういった回になっております。僕に話してほしい内容などあれば、いや話してほしい内容がなくても、ぜひともコメントの方よろしくお願いします。それでは始まります。お願いします。始まります。お願いします。始まります。キラキラ光るお空の星よ。キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ始まりました。 FEC チューンド、金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオということで、先ほど冒頭の方でも説明しましたが、今日は相方のタイガがちょっと病でお休みということでですね、今日僕一人、金ピラごぼうの森光お一人ラジオということで、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。ということですけれどもね、オープニングか、オープニングで話すこと、あすごい、リスナーさんの中田猫さんが今日は来てくれました。ありがとうございます。タイガがいない日に来ていただきましたけれども、ありがとうございます。そうですね、僕なんかもありがたいことにいろいろお仕事ありますけれども、今日もお昼の方もラジオがありまして、でちょっとね、街頭インタビューという形でやらせていただいたんですけれども、その時もちょっとタイガが病で来れなくて、で僕一人で街頭インタビューしたんですけれども、ね、まあまあ順調に一人二人、とインタビューしまして、で三人目にね、そのちょっと犬の散歩をしてるおじさんに話しかけたんですよ。でそしたらまあそのラジオのインタビューの内容自体が海かじテラスっていう場所のまあ、宣伝というか、ここのいいポイントありますかみたいなお話を聞きたかったんですけれども、そのおじさんがですね、自分の飼っている犬のことをすごいお話ししてきましてなんか犬の平均寿命がものすごい最近伸びたと、まあ、前までは7歳だと言われてたのが今では 2.5 倍になって、で、まあ、20歳ぐらいまで平気で生きるよっていう話だったりとか、実は犬っていうのは目薬、まあ、白内障になるらしくて、10歳ぐらいから、でその目薬、白内障用の目薬をささないといけないらしいんですけど、人間の白内障用の目薬をさしても大丈夫というような情報だったりとかそれをね、まあまあ中国人、最近観光客中国人溢れてますけれども、それについてのそのおじさんの意見だったりとかまあおじさんがものすごい値切る人だと、お店とかで商品を値切る人ということで、自分のいくら値切ったかっていう自慢話を3、4個ぐらいかな聞いて、
でね、あの僕もね、あのインタビュー、まあ、もちろんあの楽しくお話しさせていただいたんですけれども、インタビューなのであの何名か聞かないといけないんですよ。で次の人にインタビューするためにちょっとお話を締めようかなという感じであのプレスしていったんですけれども、まあ、おじさんがなかなか僕を話してくれないと。で結局ねこのおじさんと本当に本当にですよ、あの暑い中、2人で50分ぐらいお話ししましてです。僕もラジオの放送時間になっちゃったんですよ。であの、まあ、インタビューって言ってもこのインタビューしたのを僕があの文章にまとめて、それをラジオで僕がスタジオで僕 の, あの言葉で話すっていうあのものだったので、あの僕がこうスタジオに行かないといけないんですね。ですいませんおじさんもそろそろスタジオ行きましょうねって言ったら、あので僕もそろそろスタスタとあの歩いてたらおじさんが並走してきまして僕にスタジオのこのドアの前ギリギリまでおじさんがあのいろんなお話してくれて、毎日いるからまたあの話しようねってやりまして、はい、またぜひ時間があるときに今度はお話ししたいなと思いました。ということで、今日の、メールテーマ、今日いつもメールテーマ決めてないんですけれども、今日なんか思い出とかにしようかなと思って、ひろきさんも、今日でラストということでもありますし、皆さんもねなんか思い出あるでしょう。生きてる中で思い出ない人はいないと思います。思い出何か送っていただけたらと思います。メールアドレスの紹介いたします。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com となっております。またツイキャス、ユーストリーム、サイマルラジオなどでも配信していますので、そちらの方から聞いてる方、ツイキャス、コメントなどもよろしくお願いします。それではここで一旦 CM に行きましょう。どうぞ。はい、ということでただいま CM になっております。ユーミンさんありがとうございます。今日一人です ね、ね、あ、中田猫さん、さっきツイキャスでコメントしながらもまたこちらにも来てくれたということで、あの運転しながらはツイキャスやらないでください。聞いてないかな。はい、シュプリームさん、森光くん、こんばんは。大河くん大丈夫ね。ピロキーついに 最後の番組だねということで、そうなんですよね、寂しいですけれども、その後にキンキンピロピロ王様ラジオということで来ておりますけれども、そうですね、今日はじゃあキンキンピロピロということで、あのスペシャルでいけたらなと思ってます。あ、コンティニューコインも、はい、ありがとうございます。シュプリームさん5秒前。ヒデノブです。ラジオ名言います。キンピラゴボウのキンキンピラピラお星様ラジオ。ということで今日も元気にやっていきます。金曜日、キンピラゴボウのキンキンピラピラお星様ラジオ、ということですけれども、今日はね、まあ僕の思い出について話していこうかなと思ってます。何話そうかな。まあ多分みんなもね、あの一度は、経験したことあると思うんですけど、あのうんこ漏らしたことってありますかね。僕はあの小学校2年生の頃にね、なんですけど、放課後ね、あの学校の図書館で本を探してまして、っていうのもあの僕家が遠かったので、お母さんに迎えに来てもらってたんですね。でそのお母さん待ってる間に、まあ、お姉ちゃんもなんか一個上のお姉ちゃんも図書委員みたいなのやってたので、一緒にね待ちながら本探してたんですけど、そしたらお腹がねぐるぐると痛くなりまして、でまあまあ小学生ってちょっと学校でうんこするの恥ずかしいみたいのありますけど、まあ、放課後なんで別に大したことないんですよね。で僕はもうすぐねお腹痛くなったんでトイレに向かったんですけど、でトイレに入って、でこう安心してこうズボンをちょっと下ろした時ぐらいにもうやつがブルルルルって出てきまして、もうあれ忘れられないですね。本当に2リッターぐらい出たんじゃないかなっていう、なんかちょうどいい下痢さんなんですよね。
ちょうどいい、なんかこうまだ固体も残りつつ、あの水分も結構っていうのかな、あの泥団子にするには柔らかすぎるぐらいの、あの下痢さんがバラバラバラって出まして、もうやばってなるじゃないですか。で、僕はとりあえずその時、ランドセル、小学生なんでランドセル、あの持ってたんで、ランドセル下ろしまして、でトイレットペーパーでね、あの便器からもその相当はみ出してるので、その便器からはみ出したこの和式便所の中にこうあのブツを、トイレットペーパーで押し込みまして、であのトイレットペーパーでズボンとこのパンツ、のに付着しているあの2リッターのブツを、拭き取りまして、でパンツどうしようかな、白のブリーフで僕は自分の名前書いてたんですね、このブリーフに。でなんか捨てていくって言っても、この捨てていったブリーフの名前を友達に見られたらもう終わりじゃないですか。でああこれどうしようかなと思って、とりあえずあのそのブリーフをあのトイレットペーパーで畳んだんですね、こうくるめて、でこれどうしようと思って、あのランドセルってなんか大きい部分とそのなんか名前とか書いてあるそのビニールみたいな、 なんかチャックで締められた部分と、あのその間になんかよくわからないちっちゃい隙間みたいなのあるじゃないですか、スペース、あれ何入れていいんだろうみたいな、これってもしかしてパンツ入れるスペースじゃないかなと思ってパンツそういう入れまして、であのちょうど親が迎えに来る時間だったんで、僕そのね、あの親をあの車待ってまして、親来まして、で僕とあのまあ、お母さんが運転してまして、で一個上のお姉ちゃんの他に中学生のお姉ちゃんもいたので、の助手席に乗ってまして、で僕が後ろの席乗って、その隣に一個上のお姉ちゃん乗ったんですけど、もう僕あのまだズボンに結構な量のうんこついてるんで、あのシートに座れないんですよね。で車の中なのになんかちょっとあの半立ちみたいな状態になって、なんで蜜半立ちしてるのって、うん俺これでいいみたいな、ちょっとよくわからない言い訳しながら、こう車発進しまして、で車窓開いてたんですけど、なんかねその外の方からなんか下水の匂いがすごいなみたいな、めっちゃ臭い、こう下水の匂いやばいんじゃないって言って、もう家族が窓を全部閉め切ったんですねでその時に、いや俺のやつだよっていうのを言えずに、窓閉めても下水の匂い今日すごくないなりながら家に帰りまして、こっそりもお母さんに僕実はうんこ漏らしましたって言って、ランドセルの中にもやつが入ってますそっかってなって、パンツ捨ててこればよかったのにって言われて、でもそんなにできなかったっていう話になって、今でもねランドセル僕家にあるんですけれども、はやつのシミが残ってますねということで、僕そこでもうやっぱりね、まあ、我慢してなかったんですけど、やっぱりもっと早くね、こう便意がした時に行動してれば漏らさなかったんじゃないかと思って、それからもう絶対にこうどんな状況にあってもトイレを優先してたんですけれども、中2の時にねまた漏らしましてしかも今度は45分の休み時間ってあるじゃないですか、あの時にこうちょうどトイレの前を通りかかった時にぐるぐるぐるってお腹して、あやつ来たと思って、もう僕最優先するって決めてるんですぐトイレ入ったんですね。でトイレ入って、でまたこうズボンを下ろして、この安心した時全く同じタイミングでバラ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 ってまたこのやつ来た、何年越しかのやつだと思って、しかも今度前と違うのが今度は休み時間なんですよ、5、6校時の授業があるんですよ、やばいやばいやばい、これ絶対いじめられる、中学生でうんこ漏らしてもう絶対いじめられるわと思って、もう僕でもね、もうその頃には小学校2年生のこの経験も踏まえてます、一回漏らしたっていう経験も踏まえてさらにこう成長してます、僕はもう大人になってますから半分、どうにか乗り切ろうと思ったわけですね。で45分っていう幸いにも時間があったので、とりあえず
まあ、いつものごとく慣れた手つきでトイレットペーパーでそのブツを拭き取りまして、拭き取ったからだけではこう拭えてなかった匂いブツ、これどうしようということで、とりあえずこの下半身すっぽんぽんになりますよね。でズボンとパンツを持って、隙を見計らってトイレにあるこの手洗い場のところでゴシゴシ洗うっていう、こうなんかちょっと人参とかそういう感じのやつが混じったやつをシャラシャラシャラって洗って、で人来たと思ったらまたトイレ入って、でその隙にバーってまた出て洗って、人来たと思ったら入ってを繰り返しまして、で一応びっちょびしょなんですけど、まあ学生服黒いズボンなのでそのまま濡れた状態でさささっと教室帰りまして、もう本当にギリ5分の休み時間ギリギリで洗えて、で教室帰ったらやっぱ中学生ってちょっと汗とかも気にする気にし始める年頃なので、シーブリーズっていうのを持ってるんですよね。あれを尋常じゃないぐらいケツにかけてもう半分量半分なくなるんじゃないかなぐらいケツにかけて、でちょうど5、6工事がなんか総合の時間とかってあったの覚えてます？みんなでなんか新聞作るグループで新聞作るっていう時で、友達にお前なんか今日シーブリーズの匂いすごいぜ、きついぜって言われて、いやいやもうシーブリーズの匂いきついぐらいで済むんだったらいいわってこっちは思いながら本当は違う匂いがきついですからねその状態で、まあでもやっぱりこう友達に近づきたくないわけでないっていうので、でちょっと僕だけ明らかにみんなグループ学習でみんなで集まってやってるのに僕だけ 2,3 メートル離れた状態から意見言ってて、森光なんでこっち来ないばみたいな、友達も不思議がってるんですけど、いや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 、うんこ漏らしてるわこっちはと思いながらでもね、そんな状況でもその1日乗り越えまして、で多分こううんこ漏らして、まあその悲しいことにちょっといじめにね、いじめというかもう同級生でも僕ちょうど僕の頃にいたんですよね、そういういじめみたいなのあった子も、でも僕は無事乗り越えて、まだそれからうんこ漏らしてることはないので、これから漏らさないように生きていきたいと思っております。はい、ということで最初は僕のうんこトークから長々と話しましたけれども、ここで曲いきましょうか。はい、なんかこの後の曲って申し訳ないですね、ユーミン、しかもユーミンですね、ユーミンでルージュの伝言。ございます。コメントもたくさん来てますけれども、すいませんちょっと僕一人でコメント拾う余裕がなかったので申し訳ないです、バンスさん、ケツから2リットルの涙ね、涙だったらよかったんですけどね、匂いがしないんでね中田猫さんがそれに対してケンスさんって言ってますけどね、バンスさんに対して、バンスさんは毛ないですからね、髪の毛がね。シュプリームさん、2ヶ月前の喧嘩中、嫁の嫌がらせでトイレを代わってもらえず、慌てて近くにあったティッシュをケツに挟みしのぎましたうわー嫌ですね、ケツになんか詰めたってことですかね、うん、織友さん、ケツ燃えるな、シーブリーズですかね、うん、ケツに直はかけてないです、ズボンとパンツにね、ビチョビチョになる、もうビチョビチョなんでね、水でそもそもが、なんかシーブリーズの白い粉みたいなのが浮き上がってはいましたけど、ね、ケツの方に、シュプリームさん、シーブリーズかけすぎ痛いんちゃう、いやもう痛いぐらい、うんこ漏れたのバレるよりかはえ、これ新しい人ですかね、バイラこれなんて読めるんだろう、ブルガリ3000さん、待たせたな、はあ、いやありがたいですけど、待たせたんだっていやありがたいですよ、ありがたいですけど、え、初めての方じゃないですか、もし初めてじゃないんですかね、すいません初めてじゃなかったら、うんこ漏れそうですあ、これ芸人じゃないか、 FEC のうんこの後にユーミンかいって来てますけれども、はい、僕の大好きな曲で汚い話を洗い流せたらなと思ってます。
中田猫さん、うんこの後素敵な歌なんですわ。本当にね、申し訳もあれ申し訳ないんですけどね、ユーミンさんには。うんこの話の後に。でもやっぱいいですね、深夜うんこの話できるんで。したらダメかもしれないですけどね。マーヤさん、今見始めたら爽やかなうんちょストーク。あ、マーヤさんって初めてじゃないですか。初めてかな。初めてだったらいいな。あ、今日タイガ休みだから異常に多いやつ。そんなことってある？シュプリームさん、焼肉の後のシャーベット的な、イエーイ。そんなうんこは焼肉みたいにいいもんじゃないですからね。まあ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 、でも意味合いは当たってますかね。確かにかこうお口直しおケツ直しみたいなことですかね。次のコーナー、ちょっとヒロキー兄さんヒロキー兄さんと一緒にお話できたらな。さあ、今日も今日ギャラリーに来てくれてる方が多いですね。ありがとうございます。はい、5秒前。あれ？流れ星流れてるな。あ、いた！頭に当たっちゃった。キンピラゴボウのキンキンピラピラ王子様ラジオ。さあ、ということで今日も元気にやっております FEC チューンド金曜日キンピラゴボウのキンキンピラピラ王子様ラジオということで、今日はね、相方のタイガがお休みということですけれども、今日長年5年ぐらいですかね、ミキサーをやってくれたひろきさんがね、今日でラストですよね。本当にこの放送でもうじゃあラストっていうことですかね。ひろきさんが本当のラストということで、今日はひろきさんとお話をしていきたいなと思います。拍手。あー、もう耳に浮かびますね、こう聞いてるリスナーさんが。あ、どうも。はじめまして。はじめましてではないんじゃない。初めてではないですかね。はい、いやもう何回か、それこそ今週の間にいろんな人が放送終わってから、はい、ひろきさん来てくださいみたいな感じ入ってるんで、まあ何人か、はい、まあ、顔だったりとか声とか聞いたことあるかもしれないんですけど。うん、あ、そうなんですね。はい、バンスさんからひろきうんこ漏らせって来てます。いやいや、でもだからそのさっきずっと、うんこエピソード、うんエピ、うんエピって略すな略すなんですけど。でも確かに小学校ぐらいの時って、はい、もうお手洗いこの代弁に行くのがもうダメみたいなのがあったじゃないですか。ありましたよね。そういかにこの便意と戦うかみたいなのがあって、で僕もその影響から小中学校では、はい、ちょっと待ってください、ここも運営 P 始まるんですか。はい、知らん方がいいです。あ、いいです、いいです。で、はい、だから小中学校は、はい、もういかにしてトイレしたくなったら我慢するかみたいなのをずっと考えてたんですよ。はいはいはい、トイレ行きたくなったら、はい、で我慢してって戦ってて、はい、でいつしか目標が義務教育の間では学校では絶対代弁をしないみたいなのになってたんですよ。で、そんなで、そうやってきて小学校無事卒業しました。はい、中学校入学で3年生、はい、いよいよもう間近でこれを夢が達成するってなった時に、はいはい、中3の、はい、確か英語の授業ぐらいの時に、はい、もうお腹がめちゃくちゃ痛くなって、はいはい、これはもうこれこそ本当にもう漏らすぞって、漏らしたらやばいだろうということ で、はい、授業中に先生に、はい、すいませんトイレ行ってきますっていうようなことでトイレに行ったんですよ。はいはい、まあでも授業中トイレ行くぐらいだから大箇所か分からないから、うんうん、さっさと済ませ戻ればいいよと思って、うんうん、トイレ入ったんですけど、うん、なかったんです、トイレットペーパーが。あ、
でないから隣を見て、はい、ない、あこれ、はい、する前ですよ、はいはいはい、であする前ね、ちょっともうこれはきついなと思って、はい、申し訳ございませんって言って女子目入って、はい、トイレットペーパー探したいんだけどなくて、はい、そこもなくて、でもどうしようと思って、はい、いやこれは言うしかないだろうと思って先生に、はいはい、先生すいませんトイレットペーパーないですって言って先生を呼び出してめっちゃ小声で言うじゃないですかでトイレットペーパー探してもらって、はいはい、まあ無事終わったわけなんですよ、はいはい、で戻ってきたら、はい、隣の席のやつに、はい、お前トイレしただろみたいな代弁だろみたいなって言われて、はい、いやいやそんなことないよ、なんで代弁かどうか分かるんだろうって言ったら、はい、お前さっきトイレットペーパーない時にトイレットペーパーないぞ先生トイレットペーパーないですって言って手でカラカラカラって動作してたみたいなんですよボディーランゲージボディーランゲージでそれ僕気づかないで、はいはいはい、もう会えなく代弁したのバレたんですけど、はい、まあ中学生ぐらいになるとね、はい、いじめられることないん で、まあまあでね、確かに、だから皆さんもトイレ行きたいときぜひ行ってください、はい、それでも大事ですよ、はい、大事です。でもね小学生ってなかなかね難しいっすよね。なんかあの一応ですけど、うん、あのそれで通用するかは分からないですけど、はい、あの意外に堂々とうんこしたら誰も気にしないんですよね。ああそうそうそう、そのうんこしてる時に、うん、誰か入ってくるじゃないですか、はい、誰かうんこしてるみたいに言うじゃないですか、うん、ドアどんどん叩いたり、はい、それする前に誰かうんこしてるって言ったら俺だよって思うんですよ、うん、俺がうんこしてるやつさ、はははそしたら意外になんかあっちもこいつうんこしてるくせに堂々としてるわみたいな。そっか、あだからそういうやつも実は自分がうんこできないんじゃないですか、はいはい、あだからあのなんていうの、先にこの敵を作っておいてあいつをうんこにしとけば自分がうんこした時にうんこにならないみたいな。あいつはうんこにならないですそんなことないのかな代名詞で。そう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 、先にもうんこってやつを作っておいてで自分は安心してうんこするみたいなありますよね。でもそういうのうんいやもううんこはいいっすね、すいません、うん、ちょっとまたずっとうんこの話、うん、もう今日30分ぐらいずっとうんこの話していやでもまあツイキャスの方も、はいはい、来ておりますけれども、どうも、なんですか、はいはい、ピロキーさんもあるはずうんこトークということで、はい、うんこトーク始まりましたけれども、はい、やめるのをやめろピロキースプリームさんから来てますね。いやおそうまあね、えユーミーさんからも、うんうん、ひろきさんこれで本当に大鳥です ね、 そうですね、お疲れ様でしたってことで、ひよこが大鳥って言ってる、はい、出ました、はい、これこんなのをねひろきさんいつもなんかコメントしてくれるくだらいや本当にくだらないことばっかりしか言ってないんで、いや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 、でもそれがやっぱりね、はい、ありがたいですからこちらとして、はい、ひろみさんから、はい、ラジオの前で泣いています、ひろきさんやめないで、あいえ、ありがとうございます、まだ会えますよ、はい、ひろみさん、うん、泣いてるって言ってもひろきさんずっとうんこの話してるなんか情緒の持っていき方すごくないですかひろみさんの確かにそのうんこの話でもこうこらえて覆せるぐらいのひろきさんへの愛があったんでしょうねいやいやありがたいです本当に、はい、あ、シュプリームさん、小学校でうんこしたらホースで水かけられるから絶対にしなかった、うん、あひろきさんって僕の2個上でしたっけ、はい、僕今年で24なんですけど、僕は25と同い年の人、あ同じです、あじゃあ1個上ですか、1個上かな、はい、だ僕なんかの年代でそんななんか水かけられるまでの、はい、水はなかったです、なかったですよね、なかったです、まあ、せいぜいこうどんどんされたりとか、はい、終わった後にこうめっちゃ言われたりとか、うんこしてただろうみたいな、うんぐらいだったんで、うんうん、多分そのシュプリームさんとかの、そっか、世代だったら多分、いやでも結構きついですよね、うんこしただけでこんなにね、うん、冷静に考えて、で大人になったらいかにくだらないことかって思います、うん、でもやっぱりこの FM ギノア来たことある人分かると思うんですけど、はいはい、トイレ1個しかないんで、はい、長ければこいつ大だなってちょっと分かるのが若干恥ずかしいんですよね、最初スタッフ女の人が多かったんで、はい、あ確かに女の人とか多いんで、ちょっと代弁している間なんか申し訳ないなみたいな、申し訳ないっていうかなんかちょっと気が引けるなみたいな、はいはいはい、僕でも結構この FM ギノワン、トイレ綺麗なんで、あ、はい、うんこしたくなくてもしますけどいやそうです、そんな、はい、そそられるようなトイレしてます、なんかすごいなんかちょっとカフェみたいなトイレしてるじゃないですか、ああまあまあ、このガラスが大きくて、はいはい、で僕暇の時結構うんこするんですよ時間つぶしのためになんか、はい、うんこって意外に出るんすよね、そうなんです、ちっちゃいやつとか、ああ、はい、コロコロとかコロコロのやつが出るんで、
あの、まあ、ちょっと暇だな、時間潰したいなっていう時、はい、うんこしたりとかスマホがあんまりいじる人じゃないので、あ、スマホ代わりですかねそれがスマホ代わりが代弁することなんですね。いやいや、今の小学生に聞かせたいなそうですね、してほしいですね。みんなうんこはみんなしますからね、うん、そうですよ、うん何真面目に話どういう話なんだこれいや楽しいですね。いやこんなしてこうひろきさんとね、がっつりお話しすることなかったですからね。確かにないですね、うん、放送後とか話しましたけど、ね、あ、はいはい、なんかもうどうでもいいような話ばっかりしたんで中田、中田ね、どこ行った、あれツイキャスがちょっと、ん、あ、中田猫さん、はいはい、来週またピロキーさんやったら面白い、ね、ネタ的に面白いですねお笑い的だったらいるんかい、このなんだろう、ありがとうございましたって言って紙吹雪まで出てきて来週も普通にいたよーすとかってあれってみたいな確かに普通になんかあのこのなんですかスタジオのこのこっち事務所、事務所じゃなくて、ああ見学、見学で、ね、はい、いても面白いですけど、ああ見学だわ、はい、あ、ヒロミさん、リスナーの集まりで絶対声かけるからね、うん、っていう、ぜひぜひよろしくお願いします。結構ひろきさん自体もラジオ聞く人なんですか。あ、いやでも僕は聞いてました、はい、僕は世代的にはラジオ聞かないんですけど、僕は結構ちっちゃい時から聞いてましたね。なんか親がこのあんたなんかは朝食食ってる時にテレビばっかり見て全然進まないからとかって言ってラジオ流したりとかあそういうのがあって、あ、なるほど、ね、結構ラジオ聞いてたなと、ラジオか。僕はあんまり正直ラジオ聞く習慣なくて。あ、まあでもそうですよね、うん、でも最近この車の免許取ったんで、あ、はいはい、憧れのこう先輩とかが、はい、あのラジオやってたりするじゃないですか。あ、そっか、はいはい、それをこう車の中で聞いて、はい、はしゃべってんなって思うのが楽しいですねでもラジオこれあるあるだと思うんですけど、はい、車の中はいいじゃないですか、 なんか聞いてて面白いなと思って大笑いしたりとかですけど、はいはいはい、これ外で聞いてて笑う時とかちょっとなんか気が引けるというかもう僕は手を押さえてこうクスクスクスってやってるんですけどそれもやばいです。あ、やばいですか結構運動しながらそのジムとか行きながら、それこそ KY のラジオとか聞いたりしてるんですけど、なんかもう面白い時に、はい、もうなんかもう僕大体だから仕事終わってからなんでもう2時1時とか2時とかだからあんまり人がいないから多少笑っても問題ないんですけど人が多い時とかちょっと深夜の2時1時ですよね。そうそうそう、その時に笑ってたらやばい、 よりやばいやつ、より1人だから1人2人とかだったらちょっとやばいですね、はいはい、そうですね、あいつ何なんだみたいなこと思われてるかもしれないですけど、はい、だからね、そうラジオって何だろう、聞く場所とか内容にもよりますよね。なんか普通の音楽番組聞く分に関してはどこでも聞けるけど、はいはいはい、確かにそれこそなんか下ネタ言っててこのクスクス笑ってるみたいなのだと大変だなと、はい、しかも下ネタ聞いてる時の笑い方で多分あの下水笑いみたいですもんね、はい、ディーディーみたいなディーディーって言ってデヒ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 はやばいっすね、だってやばいなって僕としてはタオルで隠してるつもりであるんですけど、うん、あれ僕漫画が好きで、はい、結構立ち読みとかするんですけど、はいはい、あれもじゃないですか、あギャグ漫画とか、はい、あのクロマティ高校ってわかります？名前だけは、あ、キャンさんが話してる、これ面白いんですけど、はい、面白くてもう一巻から面白くて、はい、あのまあ、言葉で言って面白いかわからないですけど、はい、なんかそのヤンキー高校なんですね、はい、ヤンキー高校に一人だけ真面目な主人公が、はい、あの入学して、はい、で、この鉛筆をね、はい、最初にこうポロって落とすわけですよ、はい、でその鉛筆をあのヤンキーの隣の人が拾ってくれて、はい、あ、この人見た目の割に優しいんだって言ったら、うんうん、あ、思ったらこうヤンキーの人が鉛筆ガリって食べるみたいなちょっと面白いで次にこの主人公が筆箱にある鉛筆30本くらいバーってわざとこぼす、はい、それ全部拾って、はい、そいつがまた全部食べるみたいな、あ、もうちょっと耐えきれなくなって、こう耐えようと思えば耐えようと思うほどクスクスきちゃうじゃないですか、はいはいはい、そういうのって。だからもうそういう時恥ずかしいですね。あ、そうそうそうです、うん、あります。だからね、内容が立ち読みするのもラジオ聞くのも内容によりますよね。そうですよね。いや、何の話だってまたそうですね、これ何だろう、一話終わった後のそうですねみたいな何だろうこれあ、シュプリームさんからも、うん、もうなんかユーミさん、うん、めっちゃ来てますね。なんか僕今気になる人いたんですけど。あ、なんですか。うちなミッキーですよ。あの人ですよ。
サキミキって書かれてるじゃないですか。ミキさん、オオグソクムシの、オオグソクムシで有名なミキさん。いつもなんかFacebook 楽しく拝見してますよ、うん、ミキさん。最近なんかああいうゲテモノ来ないな。来ないっすね。来ないっすね。もうなんか日常茶飯事になってる可能性がありますよね、ミキさんの中では。次なんだろう、イソギンチャクとか。イソギンチャクは引くな。なんかイソギンチャク普通にカバンとかに入ってたら引きますね。女子のカバンに普通に。これ可愛いでしょって出してきたらどうしよう僕。すごいカバンの中からイソの香りする。女いそこあそうだあ、はい、そうか名前になっちゃうのかな、はい、ですあまあいっか、まあ、本名な高校の時に、はい、先生で、はい、久貝磯の先生って言ったんですよ。あすごくないですか、名字久貝、はいはいはい、貝が入って名前磯野なんですよ、珍しくない、サザエさんのキャラクターみたいな、でまあまあいい、まあ、まあ別に悪いことじゃないんですけど、はいはい、その先生なんか定時上がりに帰る女とかって言って有名で高校の時にすごいなんか火曜サスペンスみたいな定時上がりに帰る女でこれ噂ですよ、はいはい、まあ、シーンは僕わからないんですけど、はいはい、でその先生が、はい、まあ、ある時にこの高校3年生の時の別のクラスの担任の先生だったんですけど、はいはい、高校3年生ちょうど僕たちセンター試験が終わって、はい、で大学別の試験がある間に、はい、その3年生にお疲れさんみたいな、また試験頑張ってくださいみたいな会があったんですよ、はいはいはい、でその会をは1年生と2年生がみんな出し物してくれて、うん、で先生たちがサプライズみたいで毎回やるんですよ、はいはいはい、で僕らちょうど AKB48 が流行ってたんで、先生たちが3年生頑張ってみたいなので幕が開いて、はい、AKB48 やるんですけど、はいはい、その久貝先生いなかったんですよ。えあれ先生あれ全員、いやもう本当に全部の学年の担任もいるし、うんうんうん、主任もいるし、はいはいはい、他の担任の先生、はい、担当の先生もなんでいないんだろうと思って、はい、そのクラスの生徒に聞いたんですよ、はい、なんでお前らの先生いなかったんで、そしたらいやいや定時に帰ったからとかって言って、いやこれはシーン分かんないですよ、もしかしたら本当に何か用事があって帰ったかもしれないんですけど、はいはい、それでなんか定時上がりの女っていう名前がついたんですよね。でもしかしたらあれじゃないですか、この磯野先生、はい、本当になんか6時ぐらいになったら、うん、なんか車庫街とかに姿が変わるみたいな。あ可能性はね否定できないですよね。だからその練習の時も聞いた話だと、はい、なんか先生今日練習来れますかって言ったら、はいはい、あ定時だからって言って帰ったみたいな噂があるんですけど、いや分かんないですよ、もしね真相分かる方いたらね、うん、先生の名誉のためにここで弁解していただきたいんですけども、久貝磯野先生、はい、磯野先生、はい、もしかしたらね苗、字変わってるかもしれないんで、結婚してね、そうそうです、何になってるんですか、ね、だったら逆に何になってるんだろう、磯野磯野とか波平とかでもあるじゃないですか、あ波平磯野とかだったら、あ磯野波平だみたいなだったらいいですけどね、いいか分かんないな、いいか分かんないな、確かに先生ね、いや先生なんかみんないじられる役になりますからね、確かに、うん、僕、まあ、前話したかもしれないですけれども、高校の頃、高3の頃から、はい、数学の時間で、はい、こうね、受験前で、はいはい、みんなが真剣な中でこう騒いでるやつらがいて、はいはい、でそれに対して先生がめっちゃ怒ってたんですよ、はいはい、お前ら何やってんだ、はい、受験前だぞみたいな感じで怒ってる時に、うんうん、まあ、僕は一番前の席に座ってて、うんうん、で一応怒られてるメンバーではなくて、うんうん、ああなんかなってるなと思って、うんうんうん、僕筆箱から爪切りを出しまして、はい、みんながシーンとして先生が怒ってる中で、はい、一番前の席でパチンパチンって爪切ってたんですよ、はい、そしたら先生がくるんって180度体勢変えて、はい、僕の机バーンって、お前だよお前、一番お前だよ怖い、まあでも やっぱり僕が騒ぎは しなくても、そういった態度が前々からムカついてたんだろうな、いや怖いや怖いな怖いな、でもだからそれ、はい、そういうので言えば、うん、なんか高校の時のその情報の先生がなんか普通の人なんですよ、はいはい、普通の人なんですけども、はい、だいたい普通の人、普通の人なんて言うんだろう別になんか特に変わったあれがあるとかじゃないんで、癖があったりとかじゃなくて普通のおっさんだったんですよ、はいはい、白髪混じりの眼鏡かけた結婚してない普通の先生っていう感じだったんですけど、はいはいはい、ある時にもう騒いでて、はい、誰か騒いでたんですよね、はい、騒いでて急に後ろからピ
カチーンって叩いてそれが衝撃的すぎて、はいはいはい、いやいや、まあ、今じゃダメですよ、それやったらもう普通に体罰で、もう叱られるレベルなんですけど、僕の時はまだそのグレーゾーンぐらいな感じで、うんうんうん、ペチーンって叩かれて、はい、もうシーンですよいやいや、あいつが先生とかね、こう威嚇したりするんですけど、うん、あれは良くないですよ。いやでもやっぱりね、うん、僕なんかもそうですけど、やっぱ調子乗るじゃないですか、小中高って。いますね、うん、だからやっぱり、まあまあ、行き過ぎたものはあれですけど、人叩きぐらいだったら俺はいいんじゃないかなって思いますけどね。あ、うん、まあまあ確かに、うん、だってそうしないともう進まないこともありますからね、うん、授業だったりとか、はい、思いますけれども、うん、なんかあのツイキャスもいろいろ来てますかね、はいはい、あ、めっちゃどうもどうも、めっちゃ怒涛のコンティニューコインが来てるわ。コインコインコイン、ありがとうございます、はい、コインコインコイン来てますけれども、おあ、え、アルファ、アルファウィングさん、ウィングさん、これ初めてじゃないですか、僕のラジオは。この番組初めてですね、はい、多分、こんばんは、ヒロキックさんが本屋で FM ギノワン卒業と聞いてきましたということで、あざーす。すごくないですか、ヒロキさん効果やばいやいやいや、本当に僕なんかラジオいつもはい、はい、行ったら多分10名から20名ぐらいの、はいはい、こう人集まりなんですよ、はいはいはい、で今日タイが休みで、はい、まあまあまあタイが休みだな、あんま人来ないかなと思って、ひろきさん来た途端71人いやいや、これ合計だからまあまあ、はいはい、あ、合計なんですね、はい、これ合計なので、今閲覧してね11人です、ね、あ、そういうことなんですね、はい、あ、じゃあいつもと変わらずかいつもと変わらずですね、ぬか喜びだった、うん、いえいえ、はい、ありがとうございますよ、はい、うん、ということでひろきさんも今日で最後ですけれども、はい、曲流しましょうかね、はい、そろそろ、それじゃあこの曲いきましょう。ユーミンで飛行機雲。人がやってラジオに今度ユーミンの特集やるから出てくれって言って、あの曲いいですよね、こういう思い出ありますよとかって言って話してました。僕は完全にジブリの曲しか知らない。なるほど、確かにジブリが好きだね、うん、でもこのなんか話してたら熱くなったよ熱くなりましたねあ、わ、なんかこれ絶対あれだ、絶対そうだ、これ今日ね、ギャラリーさん多いなと思ったら、これキンキンピラピラじゃなくてヒロキさんのやつだこれ、まあ、知ってる、絶対そうだこれですよね、中田猫さんもそうですよね、いやいや、ナイトさんは、はい、来たことないですもんなぜキンピラの時ですか、あ、来たことないですよね、ほらほら、ヒロキさんのやつだほら、だってもう持ってますもん、なんかいろいろ、いやいや申し訳ないっすよいや、いいで、全然遠慮しなくていいですよ、いやいやいや、そんなにね、そんなにあまりお話する機会なかったのに、いやでもなんかやっぱ、いやいやですよ、 FM ギノワンといえばヒロキみたいな、いやいや、FM ギノワンのヒロキってちょっと呼び捨てにしましたけどいやいやいやでもヒロキさんそんなイメージですからね、いやいや、ありがたいな、次はいよいよ最終回の森光チャレンジ決まりますね、弾けるかな、ちょっと弾いていいですか、いいっすよ、どうしよう、膝がついたほど、あ、よいしょ、今練習中です、いけるかな。
な。中田猫さんタンバリン忘れた。手拍子でお願いします。はい、曲落としてジングルいきます。合ってるのかな、戻ってるかい、これ大丈夫かな。あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、音でキンピラでいいの。キンピラごぼうのキンキンピラピラお日様ラジオ。はい、ということで今日も元気にやっております、金曜日金ピラごぼうのキンキンピラピラお日様ラジオ。ちょっと、はい、危なかったですけども言えましたね。ということで、はい、このコーナー自分で振るの恥ずかしいな。このコーナー行きましょう、はい、森光チャレンジ。はい、ということでこのコーナーはですね、森光が唐突に、家を出る前にあウクレレ弾いてみたいなと思ったことがきっかけで始まったコーナーですけれども、1ヶ月で、ウクレレの曲を1曲弾けるようになるのかという、コーナーとなっております。そして、ね、この放送中2回ウクレレを忘れるという事故もありまして、1ヶ月チャレンジと言いながらも隔週のウクレレ放送ということになってますけれども、まあ今日は最終回なので、うん、ぜひ弾けたらなと思っております。ちょっとじゃあ早速、お今日じゃあ僕一人で歌ってみてもいいですか。はい、すいません、来ました。ちょっと歌詞も見ながらいきます。はい、一発でいきます。音痴なのでそれは気にしないでください。いきます。ちょっと待ってね。体勢を整えよう、体勢を。よしよしよし、いきます。忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の歌、青空に隠れて空を眺めている昨日の夜明けにミキサーをしながらもツイキャスでコメントする、しかも結構な確率でボケ倒してきてくれる、放送後たくさんねお話もしましたね、ラジオのことやそれ以外も学びました、ララララララ、宗教のお話で学んだことを久しぶりの友達とドライブ行くな、きっと何かのお誘いが待っているはずということで、ひろきさんありがとうございました。ありがとうございます。いや演奏めちゃめちゃでしたね。あ、今日はよかったです。ひろきさんに、感謝の気持ちというか、いいえ、本当に僕でいいのって感じです。それ尾崎さんやないですか。あ、いえいえ。はい、あ、まあ、ありがたいです。無事ではないですけども、はい、弾けていえいえ歌も伝えられたのでありがとうございました。伝わりました、もう本当に、はい、うんね、えもうこう放送後に本当にいつも確かにしょうもない話ばかり思い出した、その久しぶりの友達についていくなよっていう。でもその久しぶりに連絡してきた友達が女だったら行きますよね。ああ、やった。女だったら行っちゃうなみたいな。確かに確かに。え、あの子僕に気があったのみたいな。もしかして行けるんじゃないかみたいな。したらどっか連れて行かれるみたいな。気をつけてくださいね皆さん。はい、まあまあね、別に宗教が悪いわけじゃないですけど、そういったものもあるよということで、はい、はいはい。はい、ベーターさん音符が歪んでる。そうですね、ちょっと、ずれてましたね音自体も。うん、厳しい、うん、ずれてましたね、すいません。一発踏み破壊力抜群の歌唱力、うん、ありがとうございます。いや歌は気持ちですから、はい、うん、気持ちが伝われば大丈夫です、うん、そう信じてます。
シュプリームさん、麦スカッシュを鼻から吹いた。麦スカッシュってなんですか？ビールのことみたいです。あ、なるほど、はい、なるほど、はい、麦スカデジ鼻痛かったでしょうね。中田猫さん、うん、丹波哲郎多分丹波凛から丹波哲郎。あ、なるほどなるほど。あ、ペーターさんいつの間にか来てる、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。によ、はい、シュプリームさん、森光くん、よくようやった、ピロキーよかったね、よかったです。本当に心がこもっていたぞ、胸熱やん。今日から胸熱さんに、はい、いや胸熱さんではないです。全然意味わからないですから、はい、今日から胸熱さんになったら。シュプリームさん、いつも僕に甘いんですよね、うん、ありがとうございます。来月もね、うん、なんかあのチャレンジ考えて何かしらやろうかなと思ってますけれど、何がいいですかね、ひろきさん。僕来月なんだろう、でもやっぱラジオで伝わるものじゃないといけないですからね、はいはい、そうか、僕あの、はい、そうだ、なんだかんだ言って、はい、まあ、特技ではないんですけど、はい、僕も演奏できるんですよ。だけどそういえばラジオでやってなかったなと思って、最後だからやっちゃおうかなと思うんですけど、はいはい、いいですか。おお、じゃあ来月のチャレンジはこれでいきましょう。え、どういうことですか。いきますよ、はい、いやいや待ってください待ってください。今いやラジオ聞いてる人今何なのってなってますから。いや説明すると、はい、ひろきさんが大きく口を開けてね、はい、であの、まあ、口の大きさで音程変えてるのかな。そうです。で、あの、はい、頭蓋骨をあの思いっきり叩いて、そうです、あのミッキーマウスの曲を。そうですそうです。これディズニー的には大丈夫なんですかね、はい、著作権的には。ディズニー厳しいから。いやいやいや心配しないで。大丈夫ですかね。大丈夫ですし、来月チャレンジもやらないです。あ、やらないんだ。いや、これミッキーマウス以外できないから。ミッキーマウス以外もやりたいなって前から思ってるんですけど、はいはいはい、この曲調がね、ミッキーマウスがめちゃめちゃ合うんですよ。あとなんか、ね、めっちゃ語るじゃないですか。めっちゃ語るわ。一度、はい、なんかこれで友達に、音楽好きな友達に、はいはい、これで何か歌できないかなとかって言って、ああ、じゃあ君が代をやってもらえばってやってるんですけど、はい、ボンボンって遅すぎて、スローテンポすぎて、ね、全然何の曲か伝わらないっていうので、ね、うん、もしなんかね聴いてる方がいて今のにリズム的に合いそうだなって曲があれば、ぜひね、はい、この番組にメッセージ。いや、なんでよ。なんでこの番組で。僕が電話越しでチャレンジするので。あ、なるほどね、はい、あ、いいっすね、それも、うん、楽しみつつ。あ、そうだ、メール読むの忘れてたんですよね。来てますね、メール。あの、え、なんでいっぱい来てる。はい、お笑い大好き高校生さんよりいただきました、ありがとうございます。ございます。タイガーさん、森光さん、こんばんは。今日はタイガー休みですよ。明日7月2日は、私の誕生日です。お、明後日か。明後日です。おめでとうございます。おめでとうございます。お笑い米軍基地お疲れ様でした。米軍基地行けなかったので、うん、昨日は平成1期見に行きましたよ。初めて行きましたが楽しかったです、うん、話変えますか。最近、うん、連続で洗い物とかしてます、うん、もうすごい、連続でってどれくらいのスパンかも。洗い物、うん、はい、今日はしてないです、うん、言いたいことがあったのですが忘れたので、来週思い出したらメールで言いますね。ではラジオ頑張ってくださいということで、いいですね。 いつもお笑い大好き高校生さんはこう自由なあのメールを、うん、送ってくれてますけれども、続いて、はい、一発ユーミーさん、ありがとうございます、はい、森光くん、ひろきさん、ハイタイ、ハイサイ。思い出といえば、うん、とうとう閉館しちゃった、うんうん、ハピナハかな、あ、三越だった頃はあまり思い出ないけど、うん、ハピナハは何度か行きましたからね、うん、那覇タワーもなくなる前に登っておいてよかったと思う、本当いい思い出でした、うん、ではではということで、はい、いいですね、この FEC でその吉本の本拠地出してくるあたりが。まあ僕も行きましたけどね、今日ちょっと挨拶しに。あ、まあね、あの、でもでもあの沖縄にその芸人自体を残る方いっぱいいると思いますので、うんうん、なんか多分泊まりんとかでやるんですか、ね、あ、見たいですね、はい、またそちらの方で楽しんだらいいと思います、うん、おー来ましたよ、来ました、大くそく虫、おはようございます、はい、ちょびちょび芸能人に染まってきた咲きみきです。お、うん、今日でそれも、うん、ん、今日でそれも、今日この放送が最後、ひろきさんが FM ギノワを卒業してしまうというのをのでメールをしました。ひろきさんはいつも真面目で、うん、気の利く優しさを持っていて、メガネで、うん、まあ僕は裸眼ですけどね。そうですよね、うん、どっちかというと僕がメガネです。いつも一緒に仕事をして、うん、でとても楽しく、憧れる先輩でした。いやいや、ありがとうございます、大したことないですよ。FM ギノワンと言ったらひろきさんって感じだったのに、うん、そのひろきさんが卒業してしまうなんて、うん、アンパンマンがいなくなったパン工場のようです。
ん今日は最後のお別れにきんぴらごぼうのお二人からプレゼントがあります。タイガさんからは新たな新生活で人気者になれるようなとてもファンキーな一発ギャグ。タイガ休みなんですよ。ちょっと聞いてないでしょ絶対。あ、その前に送ってくれたのかな。森光さんからはひろきさんの将来を想像した似顔絵です、これからも本当に本当に応援しています、新たな夢目指して頑張り、そして全力で楽しんでください、またいつの日か飲みましょう、先間のことは忘れてもミキのことは忘れないでください、はい、どうですか。あ、でも、はい、ごめんなさい、次の一文が目に入ったんですけど、はい、あ、それでは最後にひろきさんの頭叩きミッキーマウスを見て、おーすげえ、お別れです。やりましたやりました。あ、この人あれじゃないですか、超能力者じゃないですか。そうだったんだ。超能力者じゃない限りよく考えたら大具足虫しか食べないからね。確かに、うん、なんかの儀式で食べたんでしょう、ね、なんかの、うん、今まで本当にお世話になりました、お疲れ様でした、さっきミキより、iPhone から送信となっております。iPhone でこんな長文書いてくれてんだ、ありがとう。打てたんですね、はい、ミキさん iPhone で。でも、あ、そっか、おはようございます、あの業界人ぶっておはようございます。あ、そういうことですね。僕今の時間に起きるぐらいのあれなのかなと思って、忙しいのかなと思っちゃった。そうかもしれないですけど、うん、あ、いい、あのエンディングでいい曲が流れてますね。ということで、もうそろそろ時間も、来まして、はい、締めましょうか、はい、エンディング締めましょう、はい、じゃあこっちいてもらっていいですか。いいですよ。で最後にここ二人で言うみたいな、はい、はい、お願いします。来週も聞いてくれなきゃ、キンキンピラピラ星に変わっておしおきよ。はい、ということで無事終わりました、ね、終わりましたね。でもタイガさん最後ちょっと顔見れなかった。そうですね、やっぱ3人でこうお話ししたかったですけれども、はい、残念だ、うん、でもなんだかんだこう盛り上がりましたね、た今日のラジオ。よかったよかった。キャンさんもありがとうございました。いえいえ、これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あー、そっか、そうか、来週ひろきさんいないわけですね、はい、うん、なるほどね。まあまあ、ミキさんと聞いたら具足虫しか出てこなくなった。確かにもう大具足虫の印象が、そうですね、強いな。女性かも。ラジオネーム具足虫さん。これから使えそう。うん、ちなみに、ちなみにです、はい、中田猫さんからも、お疲れ様です。あ、デコボコの帰りが来てますね。お、あれは何だっけ。なんですか。めっちゃ手振ってるし。からあれ何だっけ。わかんない。あ、ワンピースの、あ、ブルック、ブルック、あ、はい、ブルックだ、うん、すごい。あ、この黒全体がこの髪の毛っていう、あ、そういうコンセプトの、そういうコンセプトのシャツみたいです。ダサいっすね。うん、あのイケメンが着て着てもダサいっていう。なんかかっこいい人はみんな洋服何着ても合う。そうですよね、うん、なんか引くわ。アルファケインアルファウィングケインさん、明日からヒロキックスロスが始まります。なんかややこしいな。うちなミッキーさん、大具足虫キャラ定着しすぎです、うん、結婚できなくなる、責任取ってくださいねって、うん、まあ大具足虫と結婚する。そうですね。ぜひそれをおすすめします。大具足虫の形したケーキ言うと嫌だな。シュプリームさん、ピロキー来週からリスナーで参戦やで。そうですね、キャスでガンガンも、はい、お願いします。コメントするので。まあ、そしたらあんまり変わんないかなって思いますね。マイパーキャスやってたから。そうですよね。だってヒロキさん、僕なんかのそのね、あれ入る前からも、ミキサー入る前からも、あの、あっちの事務所の方から参加してくれて、ミキサーやりながらもまさかの参加っていう。帰りも来ましたよ。帰り、じゃあちょっとあと30秒だけど入れます。中入ってきて、あと、あともう20秒ぐらいしかないけど、やばいやばい、帰り、あと15秒しかない、はい、あと15秒しかない。やばい、もしかしたら延長が、延長なってるから、はい、ちょっと、お、帰りも来ました。ああ、どこ帰り、ということで、帰りにとってはもうめっちゃ携帯鳴らすよ。すいません、あの、キャスキャス聞いてたんで。なんかなんかちょっと罰受けた人みたいな、それが真ん中で一人正座して。確かに。
いやもうバイト終わりで急いで駆けつけました。ありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます。あれ他にいえ、もう誰もあれ特に誰もあれちょっと前の話だったら元志先輩が来るって話だった、うん、ああなるほどね。両党も来るって言ってた。ひろきさんの最後だし、はい、最後だし、うん、ね、ちょっと盛大にっていう、うんうん、エンディングみたいな、はいはい、スペシャル出てるんじゃないですかみたいな感じの、うん、一応話を俺は聞いて急いで。でも帰りよく考えてみ、はい、両党とかあの元志って、うん、あのそういう心こもったことをやらないタイプですよく考えたら、ね、そうだ両党とか操作確かに意外にあいつを すぐ破る感じで。でももう先週言われ先週じゃないよ、水曜日の時、はい、金曜日また来ますって一応言われました。あ、そうなんだ。宣言してまで来ないんですね。おおで、ありがとうございます。目の前で来てましたよ。ちょっとまあでも元志さんワインいただいたんで。あ、そうなんですか。あ、そうなんですね。片身にしてます。片身まだ死んでない、まだ死んでない。まあもう危ういかもしれないけど、あいつの確かに。あと、まあ嫁2年とか。いやもう、いや、なんとか間に合って、うん、よかったっす、俺。いい、ありがとうございます。シュプリ、もう帰り一人で FEC の子の、あの好感度めっちゃ上がってます。シュプリームさん、FEC の子たちはみんないい子ばかりだな。ああ、いやいやいや。俺だけがいい子なんで。え、でも本当に帰りは本当にいいやつなんですよ、うん、見てて。いや先輩から、うん、なんかいいやつだな。帰りみたいなやつがいるからFEC も回ってるんだなって。いや本当にだって KY とかそのひどいさ、なんか両党もちょっとそうだけど、やばいやつらだからね。多分そのうち毒されるのいやもう結構ね、うん、毒されてますよ。あ、そうなんだ。最近だ今週のクーター人かのラジオとか、はいはい、変なコスプレしてリョートと一緒に何のアポもなし乗り込んで、まあ、いいんじゃない、楽しいからね。俺昔の俺そんなことしなかった。確かに帰り絶対するのやらないタイプ、しないタイプですよね、うん、あの時はなんか狂ってましたけど。大家からも、ひろきさんお疲れ様でした。僕のあげたキノコちゃんと枕元に置いてます。あー、マンソーにあります。よそですよ。ちゃんとありますよ、うん、ユーミーさん、 FEC について来て、よかったと思ってるよ。ありがとうございます。ずっと聞いてくれて、うん、ありがとうございます。でも、ね、ハピナハだったっていう。話題ハピナハだった。まあまあまあ、吉本もまあ、FEC も。まあまあ、吉本も FEC みたいなもん。違います、だいぶ。だいぶ怒られるやつ。嘘ですよ。本当に。シュプリームさん、ホラー絶妙のタイミングで、犬屋くんが来た。あ、さすが、ズブズブな関係。そういうことなの。あ、そういうことなんです。そうなんです。大家さんとズブズブな感じ。ああ、そういうことなんだ。大好きなんだ、大家のこと。ベタ褒めしてましたから、もう一番、もうこの1週間の中で一番もう大家さんがみたいな。マジっすか。どうする帰り。俺なんか頑張らないと大家に今負けてる状態。ああ、見る目ないんじゃない。そんなことない。好みだから。中谷子さん、FM ギノワンにキノコ置いたままだったらどうする？まあ、そんなことないですよね。ちゃんとあのトイレットペーパーに来るんですね。すでにないですね。もう後ろにもないやって書いておいて。引っ越しの時には確実に捨てるでしょうね。なんかよく引っ越しして、はい、これどうしようかなみたいなのですよね、うんうん、なんか大きさ的にもこんぐらいだったんで、はいはい、どういうふうに持ち込もうかなみたいなタイプの。ああ、なるほど、はいはいはい。じゃあ一応まあこう強いて言うなら迷惑だったっていう。いやいや迷惑ではないですよ。置いとけ
ればいいのでただその用途は迷うってただでもあれ上の方が平らだったんで、はい、なんかスマホを気に使おうかなと無理やり有効活用させていただくのでひろきさんがこう無理して有効活用申し訳なさの中でいやいやもらったものだからですあのどう大丈夫ですかちょっと放送ああ大丈夫です大丈夫ですあじゃあちょっと俺も一応持ってきたあ本当にはいちょっと定番ですけどおあうわすげえ何どうぞすいませんあじゃあいやいやちょっとひろきさんが開けるまで帰り中身行ってはい楽しみにするのじゃんこういうのそうですねおいおいとおいおいあじゃ あ今でも今がいいです、はい、ちょっと今のドキドキだいや、ね、やっぱいろいろ忙しくて疲れちゃったりするのかなってそれで聞くやつをおなんだなんだなんだおなんだ、ホット&アイスアイピローですおーなんだ。まあ簡単に言ったアイマスクみたいな。ああなるほどね。温めても使えるし、冷やしても使えるみたいな。めっちゃいいじゃん。めっちゃ実用的。あじゃあこれそのな何レンジでチンとかするの？レンジで。多分そんな感じだと思います。冷やしても使えるみたいですね。ほう。その時の気分によって疲れの度合いとかで。はいはいはい。使い分けられるかなと思って。じゃあもうひろきさんあれじゃないですかこうジム行く時に。これしながら冷やしてつけながらラジオ聞いてクスクス笑ってたらもう完璧じゃない完璧そういうやつになるその時点で多分もしかしたらラジオ聞いてる人が、はい、あれもしかしてって僕一回、はい、そのジムで運動してる時に、はいはい、FM ギノワの人に声かけられたことあるんですよ、なんでですかって言ったらその人なんか Facebook 見てたみたいで、はい、僕が上がってたからなんか FM ギノワの人ですね台湾の番組やってますねって声かけられて、まさかそんなとこでしかも那覇ですよ、はいはい、ここギノワンですよまさかそんなとこで声かけるんだなと思って確かに確かにええとちょっと思いましたね一緒になんかダンベル持ってました思い出作りにいやそれはないですねしないです思わぬところで、うん、こうクスクスやってたら僕かもしれないどっかでなんか肩だけ動いてる人でいたら僕かもしれないでも帰りもだってこう帰りもひろきさん、はい、みきさん、うん、そうですひろきさんで始めた時からのひろきさんずっと、はい、1月ちょうどゴールドリードとか、はい、ああじゃあもう半年か半年間ぐらいあ長い俺なんかより長いですよねそれミキサーはそうですねミキサーは、はい、ミキサーで関わったああそうなんです、ミキサー自体は関わりはまあ1年前からなんですよあそうですね、はい、俺なんかだって今キャンさんが4代目だからさ4代目ミキサー J ソウルを越したJ ソウルをちょうど越したんですよそう偶然そのなんだろうそういう、うん、そういうキンピラの時だけたまたまそのスタッフが、うん、なんていうんだ担当してたの子が変わってみたいな時だったのよ、うん、だから最初なんか山崎さんっていう人がやってくれてたんだけど、うんはいはい、なんかいつの間にか山崎さんじゃない人になってて「あ今日山崎さん休みなんですね」って言ったら「あもうやめましたよ」みたいなその時に多分曜日が変わってそう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 ちょっといじろうみたいな感じで、はい、で、佐喜真さん昼だったんで、はいはい、ちょっとその夜が少ないからってことで夜に来てで、山崎君が別の日あそうなんです、ね、週末になって、で、美希さんもお仕事、うん、こう別のお仕事で東京行って、はい、今その、うん、仰天ニュースをやってる、ディーさんやってるマジですか、うん、すげえなんかこうなんか再現 VTR にも出たみたいですね。あ、そういえばそう。格好いつだろう。それいつ放送？いつ放送？今聞いてまだ聞いてるかな。聞いてたらそのいつのやつかっていうの。ああ確かに。宣伝。確かに確かに。うん。最初に視聴したら FEC チューン動画もすごくインパクトが強かったからね。FEC のラジオ全部好きだよ。ありがとうございます。メガネロック大家帰り後で呼び出しするから寝ないでね迷惑なら
置いててください。燃やします。いやいやいや、じゃないです。いやでもなんかもうあれじゃないですか。机とかでちょっとなんかあの勉強してたり、はいはい、机に座って、はい、なんか寂しいなっていう時にちょっとしたスペースになんかあればいいなっていうところにあればいいようなキノコですよ。あ、じゃあ一応いいです。いいってことですね。いいです。この隙間どうにか活用できないかなっていう時に活用できるようなキノコだったんで。あ、めちゃめちゃ感謝してます。すごいな。褒め上手にも程がある。うまいですね。これブルガリでしたっけ？ブルガリ3000さん。さん夜那覇、いや夜那峰 D。毎度どうもこんばんは。どうも。今挨拶ずっといたのに。中田猫さん、キャンさん歌って踊るの？笑ってきてますけど。これ。はい。どう受け取っていいんですかね。自分はあの中学生の時に歌って踊れる生徒会長を名乗ってたんですよ。あ、そうなんですか。そんな。そういえば生徒会長で思い出して、小学校の時の生徒会長選挙みたいで、立候補者演説ってあるじゃないですか。はいはい、僕ら小学校ちょうど笑う犬の冒険って分かりました。ああ、めっちゃ流行ってました。僕も。で、ホリケンサイズだったじゃないですか。ホリケンサイズで、あれが全国巡業みたいなのをやってて、はいはい、でこのそのなんだろう、あれで。僕が生徒会長になった暁にはホリケンサイズを呼びますって言って当選したんですけど、結局呼ばなかったっていう。あ、来た来た、今の、今の生徒、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、締めろ締めろ締めろ、進行進行、ええ、お疲れ、ちょうどお前らの文句言ってたと思う。嘘。チャス、これ予定では放送してなかったからさ。え、俺が来たから放送してる。危ねえ、俺がギリギリに。危ねえ危ねえ、マジか。感謝しろ感謝しろ。おう、チンコ。違うだろ、食い取りっす。俺たちもね、差し入れ持ってきたんすよ。はい、で俺あれっすよ、火曜日でもね、与那峰さんに差し入れ、急に喋るやつ。いや、持ってきてるんで。あ、そうなん、僕からいいですか。僕はもうあの、感謝したんで、もうこれ、もうすごい、これ開けてください、ぜひ。今はもう、ぜひぜひ今もなんか、ときめくものなのかな、ときめくもの、これはもう、誰でも、あの、おおイエーイ、夜とか好きなエロ本やなぁ、全然僕たち遅れたっていうと、ここのコンビに全部エロ本売ってなくて、そうそうそう、3店舗ぐらい、なるほどね、結局な、上原まで戻って、上原まで、そうです、いやぁ、問題、最高、じゃあ僕、DVD4 時間のやつやつ、はい、4時間のやつです、一応僕のはですね、はい、結構面白いっす。しかもみんな笑うかもしれないです。自分でこんなハードル上げる、はい、面白いです。じゃあ僕、はい、うずらの卵です。面白い。やば。僕もチャンスを。僕ちゃんとした買おうとしたんですけど、こいつエロ本買ったんで、芸人魂が出て買ったんですけど、ね。しかもこれお前あれやし、国産やし、お前。そうなんです。デージ面白いやし。国産だ、ね。付けどころ。ありがとうございます。はい、うずら卵でーす。これとこれは今日のおかずにしたいです。うまい、あ、うまい、これになってました、これになってました、うまいわ。いやそうですね、もうちょいじゃ放送しますか。やった、今日はあれですね、なんかすごい意外なメンツですね。そうですね、タイガさんは、タイガ今日あのね、あの病気、今週のラジオテーマが病気だったから。マジっすか、だからちょうど多分タイミング見計らって病気だった。すごいわ、すごい、肌かな、肌かな、なんかバイク乗ってたら倒れそうになった。結構体弱いっすよね。結構ね、ヨナミネさんだいぶ喋ったんだよ、中曜日。最後のテンションで。いや、でもまたね、会うんで、なんか会うと思うんで、まあ、そうそう、ヨナミネさんとめっちゃ会うんですよ、プライベートで。そう、偶然、ね、なんか内間、浦添内間の、うん、絶対会うはずのない住宅地とかで会いましたよ。本当に、ありえないとこでね、ブーンって言った、あの銀の皿が来て、バイト中、はいはい、その銀の皿と、その髪色みたいもしかしてとか。あでなぜか与那峰さん、うん、なんかめっちゃテンション高いんですよ。あ、そうなの、プライベートで会った時、うわっ、ね、そんな妖艶じゃないだろ。いや、こんな感じですよ。いや、そんな妖艶じゃないだろ。いや、意外と俺が与那峰さんってしそうじゃないですか。与那峰さんの方がこうだ。意外と与那峰さんの方がテンション上がった。死にキャピキャピしてるんですよ、与那峰さん。
可愛いな。聞いてもいないんですけど、なんかこのアパートの友達とばっか遊んでる。聞いてもないとか言うなよ。聞いてもないとか言わんでいいな。声かけられないようにそうやられた方がいいでしょ。本当にやめさんね、楽しいっすよね、なんかね、いつも。その前もあったんですよね。前も。コンビニでしょ。ファミマの。ファミマ。よく合う。めっちゃ合うか。運命があるのかもしれない。僕前ギボックスさんと、あ、いや向こうは車にいたんですけど。なんか焼き鳥食ってたんですよ。こんなしてくるんですよね。で、終わったなと思って、終わったなって僕が買い物終えて出てきたら、はい、なんかスープこうやって食ってました。やっぱあの人食うんだ。嬉しくてたんで、あの人やっぱ食うんだ。あ、でお前過去に会ってないような車食うんだ。確かに、ケイスからね。確かに確かに。FEC メンバーと会うんですか。いやでも、だからたまたま会ったぐらいじゃないですか。ジケボさんと僕だけですか。そうです、そうです。あとあるじゃあ2回あったらすごくないですか。すげえ、相当高いな。なんか一緒になんかやった方がいいんじゃないですか。早プロに、ヒロキさんも一緒に入ってる。7人目の早プロ。あ、いそうっすね、なんか。いそうな感じ。もとしさんとかと比べたら全然近いよ。入ってほしい。もとしさんって言えば、だからもうこれがこの新人で、ゴールドリードさんがもうここのラジオを辞めるときに俺たちが入ったじゃないですか。で、最初のラジオやっぱ俺たち一人だったら心配だからって言って、もとしさんがついてきてくれたんですよ。で、AD は元下が AD 俺やりたいって、ミキサーになりたいって言って、で俺とカイリーやっぱ先輩の言葉に対して断れないので、うん、どうしようかなって言って、カイリーはどうしようかなってなってて、俺はすぐ、うん、あ、俺は別に俺がもう、まあ、リスは別に言ってた、リョとかは全力でいや無理ですって本当に僕に、そうそう、なんかコータとかにそうね、なんか無理です言われるならまだ分かるけど、リョータが言うってことはガチやし、めっちゃ落ち込む。あの、俺はいろんな皆さんと交流を深めたいから、意味の分からないなんかこの言い訳をして、いろんな皆さんと交流無理です交流深めたいのでっていう、よく分からない言い訳をして、あとアレッシもしてよ、ナミネさんの一番好きなところ言いません、ね、最後に。あー、やりましょう。いや、俺さ、だってもう、ヨナミネさんのための歌歌ったからさ。すげえ、すげえ、聞きたかった。YouTube で見よう。すげえ。めっちゃ音痴な歌だけど。すげえ。じゃあ、俺が一番好き。じゃあ、コウタから。あ、よく笑うところです。あー、ありがたい。あ、次も次ですか。あ、早っ。僕が一番いいのは、与那嶺さん多分ちょっとド S 系があると思うんですよ。あー、あるわ。いや、だから、そうそうそう、不幸話好き。不幸話がめっちゃ好きで、俺が不幸な話をしてる時に、笑ってるから。そうなんですか。あ、確かに。不幸話大好き。あ、でさっきのうんこの話もめっちゃ面白かった。今日、最終回だからもうずっとうんこの話。30分くらいクソ話しました。そうなんだ。じゃあ、帰り。あ、なんか与那嶺さん、いろいろ知ってるじゃないですか、知識が豊富というか。だから、確かに何でもこの話を合わせて聞いてくれて、ね、話題を盛り上げてくれるんですよ。確かに、確かに、これでもやっぱそのミキサーの人がよく笑ってくれるとか、こう、ね、パーソナリティにとってめっちゃありがたい。ありがたい、本当に。でも基本僕ツボ浅いので。でもそういったキャンさんがなんかね、ハードル上がるじゃないですか。笑わないといけない。キャンさんもやっぱ先生孫でいいですから。私はキャンさんも孫で大丈夫です。でもキャンさん鉛筆転がしただけで笑うみたいな。あ、それはちょっとやばいやつ。やばいから、本当にやばいやつ。僕はなんかあの放送後とかに、はい、あのたまになんかこの FM ギノワン宛てに届いたなんかちょっとお菓子とかくれるところから。別に夜中生産じゃなくてもそれいい。別にお菓子くん余ってるからくれますね。いいですね。どうしますか。え、俺逆にちょっと夜中さんの好きなとこ聞きたくないですか、僕たちに対して。ああ、一人一人、いや、どうしたか、一人一人ちょっとある、あります、聞きたい。あります、僕あります、僕の好きなところ。あや、キュンキュンする。あいや、楽しい。まだ何も言ってない。その意外にあのその多分あのこの先週じゃない、今週のラジオのところみたいですけど、はい、意外になんかこの意外に真面目っていうか、なんか意外にちゃんとその会った時に挨拶するし、 あんなっていうか、そのなんかこの P さんは挨拶しないとかって言ってるけど、ね、でも、はい、結構すごい。ああ、結構挨拶してくれるのはいいなって。なるほど。ヒープさんっすね。やばいやばい、放送事故、放送事故、放送事故。言うな、言うな。ヒープさんって言うな。お前それ、事務所に怒られたやつ。やばい。でもだから、嬉しい。
だけどそのPE さんがテレビ出てる時には毎回思い出します。で共演してた時は笑ってます。共演した時めっちゃペコペコしてます。明日の土曜日また見れますのでね。ピープーさんね、言うなって言うな。アホが出てるやつ。しかも 俺なんかのラジオだ。俺も怒られる。あ、嬉しい、ありがとうございます。でも基本みんな本当に書いてあるように FEC の皆さん真面目で挨拶してくれるし、でまあここだけの話、はい、あの某事務所の人よりかはこのみんななんていうのフレンドリーなのかって、もちろん若いっていうのもあるんですけど、嬉しいでも結構話しやすいなと思って、あ、嬉しい、嬉しい。向こうの芸人さんはなんかそのなんていうの、僕と話してて、あ、同い年なんですか、今度飲みに行きましょうよって言って、めっちゃその社交辞令的な、あるわそういう感じ、中の社交辞令の一番社交辞令だったキーワード第一、飲みに行きましょうって言って、確かに多分そういうつもりはないんだろうなみたいな、あるわあるわ、なんかそっちの芸人さんよりかは、はい、FEC の方がフレンドリーなのかなと。あ、嬉しい。ディスってるわけではないですよ。いやいや、ディスってますよ、ディスってますよ。この話しやすさっていうのが、あ、そうですね、確かにね。まあ、よりじゃあ僕なんか FEC はひろきさんと仲良くなれたって。あ、嬉しい、ね、やった、ね、やったありがたいです、こうやって時間を抑えてくれて。さきみきさんからブラックひろきさん。意外にありますね、意外に。意外とありますよね、意外に黒いところがあるんで。スケベって言ったよ。えSKスケベ、あ、SKスケベのあるのは多いですけど、多分、うん、まあ、波ぐらいですよ、うん、波ぐらい。このうずらの卵使ってどうにかスケベにするいやうん、すぐめっちゃテルーの歌流れてますね。悲しい感じのジブリ。じゃあそろそろ終わりますか。はい、終わりますか。またね、ぜひ FEC のライブも来てください。ぜひよろしくお願いします。スイカスで見れますからね。あ、確かに全然、うん、コメントしてください、本当にお願いします。でもツイキャスで会えるんで、はい、おー、なんか名言っぽい、毎週名言っぽい、いい締めだ。はい、じゃあ皆さんもぜひこれからもはいよろしくお願いします。お願いします。お願いします。FEC チューンド、はい、ということで、今日はキンキンピラピラ王様ラジオでしたが、ダサいじゃないベンジャラスナイト、ダサいだ、ベンジャラスナイトの方が絶対ダサい、もう狙ってるさ、なんかっそんなあのかっこいい感出してる、ちょっと狙ってます、うん、じゃあ同点ってことでもアンチテーゼの方がバーになってるわ、ゴールドリードのアンチテーゼはやばいよな、それよりマシってことで、まだみんなはマシだと思います。確かにマシだね、まあ、最下位を見つけたということで、はい、ということで、今日は、エンディングに最後に、来てくれましたコウタとリョウタとカイリです。バイバイ、あ、マジでおい、いや、じゃあさよならさよならバイバイ。